こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グドジェニー好スタートを切りました。ハーレイディチップ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくハーレイディチップ行きました。続いて前へ行くのはグドジェニー、さらにはアインブラフ、11番グランパドビバーチェ、その後ろオロフェシー。どうやら後方からの競馬、先頭に戻りましょう。グランパドビバーチェ先手を取りました。グドジェニーそのうちに続いています。その外にレディーロード、さらにはアフターカード、すぐ後ろにレイクコニストン、その外からセイクリッドガン、内からはミリオンベッド、その外からサンフォードスマイル、その隣にダッシュプロミス、シアマゾン、後ろからになりました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。前はグランパドビバーチェ、ハーレイディチップ、ほとんど差がありません。レディーロード3番手、7番シアマゾン、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはレディーロード、残り 200m、 先頭はシアマゾン、レイクコニストン一瞬に追いすがります。シアマゾン先頭、2番手はレディーロード、シアマゾン1着、シアマゾン1着、2着はレディーロード。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。シアマゾン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は藤野マッケン王、残り 200m、 先頭はライブリマウント、藤野マッケン王必死に追いすがります。京都シティ食らいつく、ライブリマウントもう一伸び、先頭はライブリマウント、1着でゴール、ライブリマウント1着、2着は京都シティ、これは桁外れの強さだ、ライブリマウント。We'll be right back.